5分時間いただきますえ皆さん冬休みいかがお過ごしでしょうかえ今回はですね一番、まあ、今年最後の この月曜のねみんなに喋る動画なので、そこで伝えたいことをぎゅっとまとめていきます。3つです。伝えたいことはいいですか？でまず1つ目はですね、まあ、この冬休みに限ったことではないんですが、目標を掲げてまあね受験生は特にそうだと思うんですが、目標を掲げて頑張ってる方、今うまくいってますでしょうか？その目標に対してもしうまくいってない方はこの動画この動画と出会ってしまった、出会ってしまったこれをきっかけにえっとスイッチ入れ直しましょう。あのー、目標を掲げたものが できなかった時、まあ、っったたてしまった時みんなどう思うかって自分に対して自己嫌悪へこむのが目に見えてますよねで皆さんが今何歳か分かりませんそれぞれね見てる方で違うでしょうけどでも人生振り返った時に一回自分に対してへこむスイッチが入ったらそれを取り戻すのがどんだけ大変かは絶対身にしみてるはずです想像したら分かるはずですだからそうならないことがベストなんですでもなりかけててるる方がいるはず今冬休みに入って そこに足を一歩踏み入れちゃってるんだったら一生懸命力を振り絞って下がってごらん。で、もう一回今までのやらなかったものを取り戻すんじゃないです。一回計画をなしにしてもう一回組み立ててごらん。このデーを、動画じゃない。動画を見たこのタイミングから冬休みとか、まあ夏休みとかで見てる方もいるかもしれないけど冬休みが終わるまで、そこまでにもう一回ここまでやるんだって、この計画でって。で、立て直してもう一回新しいスタートを切ってやってください。 特に冬休み、今これ見てる方、年を越す前だったら、年越し2022年に負の自分、マイナスの自分を持ってっちゃダメだよ。絶対ここで踏みとどまないな。いいかい凹んだものを取り戻す。凹んだ自分をもう一回奮起させて、プラスに持っていくのはすごい大変だから。 だから、もう一回ここで、カブトの締め直して欲しいと思って一個喋らせてもらいました。そして、二個目です。え、勉強法に関して、えー、っと、こうね、自分に合った正解の勉強法を教えてくださいっていう方がね、いっぱいいます。ですけど、勉強法に正解なんてないんです。もちろん私にとって正解はありますよ。こうやって自分がやってきた経験があるからね。 でもいろんな方がいろんなことを喋ってますよね。だからこそみんなまずパニクると思うんですよ。いろんな人がいろんなことを言ってる、どうしようっつって。で、ぜひ覚えててほしい言葉があって、いいですかこれは勉強法だけじゃないです。進路を選ぶとき、将来の夢を選ぶときもそうです。その時に覚えててほしいのが、正解を選ぼうとするんじゃないんです。いや、もちろん正解を選べたら一番いいんだけど、正解を選ぼうとするんじゃない。自分が選んだものを正解にしてごらん。その意識を持ってくれ。 だから勉強法に関しては自分がこれってこの勉強法でやるんだと選んだらそれを正解にするつまりその勉強法で成果を出してごらん成果を出すまで突き抜けるのやり抜くそれが大事いいかいこの私がこう喋った勉強法がみんながみんな全員に合うわけじゃないこの動画を1万人見てくれたら1万人の方がそれがフィットするわけじゃないんだ合う合わないがあるからだから自分が信じた勉強法をとにかくやってみる 2日3日で結果は出ないから。でも判断基準としては今日やった勉強が翌日とか2日後にちゃんと定着してるかなって。定着してたらそれはちゃんと成果が出てるんだから。そこを判断基準にして、いっぱい自分の中でいろんな人を真似て、真似からスタートして、いろんな自分にアレンジ法を加えて自分の勉強法を作って、これが俺の勉強法なんだっていうのを言えるようにしてください。 そうやって選んだものを正解にしていく。これは勉強法だけじゃなくて、将来の夢とかね、そういった目標とかも全部そうです。そこに当てはまることだから、ぜひ覚えておいてほしい。これが二つ目です。そして、三つ目。で、最後はですね、えっと、この動画見てる今ね、時点で、うん 特に冬にとってるので、まあ、自信がなかったりとか、自分は本当にこれ大丈夫なのかなとか、例えばね、脂肪校に受かるのかなって、自分ダメなんじゃないかなって、いろんな思いがあると思いますで。いつも言いますけど、不安とか焦りっていうのは当然です。人として当然なの。頑張ってる証拠だから。本気だから、不安だし焦るんだから。だから、その不安とか焦りをなくそうなんて思わなくていい。いつも言うけど、肩組んでいっといで。肩組みながら勉強すんの。お前らいなくならないでって無理だから。 だから不安を抱えてる自分、焦ってる自分を受け入れてください。そうだよねって、本気なんだもんねって、そう思って勉強に取り組んでほしいんです。で、最後に、えっと、そのね、不安を抱えながら、焦りを抱えながら、頑張ってる自分を認めてあげてください。褒めてあげてください。いつもいつもね、何度も言うけど、このね、YouTube っていうエンタメがいっぱいある中で、勉強動画を見に来てる方たちなんです。うちのチャンネル来てくれてる時点でね。いい エンタメがあるんだよ。楽しいものこんだけあるんだぜ。でも勉強を選んでる。もう誇って、誇りに思ってそれを自分に。すげえことだから。で、ちゃんと成果も出てるから、その成果を信じて一歩一歩前に進んでいってください。以上です。